こんばんは、ジェイドサトクリフです。では今日も5分間クロッキーを始めていきましょう。はい、はい、本日のではこれです。今回から順に真正面からアングルが変わっていくっていう形に素材の方を配置しましたので、今回もやっていきましょう。77ラッキーセブンが2つですね。はい、ドレスからやっていきます。今日は話すね、ネタというかあれなんですけど、別にまあ聞いていただいてる方がいてないんでネタにもならないんですし、あれなんですけど、実は今日、カバンを落としたんです。移動にバイクを使ってまして、でそのバイクの背もたれに、カバンを、くくりつけるというベルトで、そういうベルトがあるんですよ。こういうふうにシートがあって、まあこういうふうに背もたれがあるんですけど、ちょっとこんな感じかな。でここに荷台みたいなのがあって、ここに、カバン、普通のこういうカバンですね。横から見た図ですよ。カバン自体は、こうなんですけど、ここをベルトでくくるんです。で、こうなるわけですよね。このきっちりと。で、移動してるんですけど、日頃。これをまるっと落としまして、でまあ焦りますよね。もちろん財布、まあ携帯はポケットに入れてたんですけども、手帳仕事道具、もうすべてですよ。びっくりして、でクライアントのところから自分とこの事務所に戻るときに、まあ自分のバイクで行こうと、距離も距離で天気も良かったし、で寒い日続いてたんですけど、今日ちょっとぬくかったんですよ。で風も吹いてないし、天気もいいし、ちょっとぬくいし、これはバイクで行くと気持ちがいいぞと思って、行ったらそんなことですよ。でまあお給料日が明けて、ちょっとしたとこ、あ、そうだ、キャッシュカードとかクレジットカードも入ってて、さすがに本当にどうしようかなと思って、でお給料も開けたところで、現金も結構入ってたんです。とりあえず5分測っていきます。現金も結構入ってて、それでそんなことなんで、さすがにちょっとへこんで、でまあもちろんクライアントのところ行ってるんで、その会社相手の情報とかも入ったもの、 USB とかですよね、そういうのもあって、これはまずい、絶対に怒られると
100% 大目玉を食らうんだろうなと思いつつ、まず自分が、通った道を探したんですよ。多分皆さんそうしますよね。自分の通った道を一回こう通ってみるというか、まあ、本当はねそんなことせずにすぐに会社に報告して、すいません落としましたと、で、とりあえず通った道探してみますけど、とりあえず落としたっていう事実を先に伝えないと、本当はダメなんですよ。本当はダメなんですけど、まあそんな余裕ないんですよね、正直。で、どうしようと思いつつ、一回行ったんですよ。あることを願って。ないんですよ、これが。で、カバンなんで、財布とか小さいもんなら、携帯とかね、まだあれなんですけど、カバン道端に落ちてたら気付きますよね、誰でもが。これはまずいと。で、まあ、バイクで走ってるんで、車道に落ちてる可能性も高いと。で、誰かが端っこに追いやってくれてるのかなと、それを期待しつつ、一回行って、そのもう一度クライアントのところまで。でもそのクライアントのところからカバンを持って出たのを覚えてるんで、そこからもう一度自分の会社まで、通ってみて、なくて、ちょうど上司が目の前に、会社に戻ってきて、で僕の顔を見て思ったんでしょうね、どうしたん第一声がお帰りじゃん、お疲れとかじゃなくて、どうしたんって言われて、もうこれは仕方がない、正直に言おうと、すいません実はこういうことなんですと。で、大丈夫ってまず言われて、で、実は医者、一つクライアントの資料が入ってますと。で、それを相手に伝えたって言うから、もちろん伝えましたと。で、大した情報ではなかったんで、その、なんていうんですか、会社の命運を左右するような大きな情報ではなかったんで、いいっていうか、まあ良くないんですけど、で、実はこうこうこうですって言うて、で、クライアント側に、まあまあまあ、向こうも心配してくれてて大丈夫と。で、そんな大した情報じゃないから、気にせんでいいよって言ってくれて、あっぷねーと思って、下手したら訴えられますからね。で、まあよかったと思って、ありがたいよと思いつつ、まあ、自分の上司に、いや実は高校なんです、まあ警察言うたら、で、地元の警察ですよね、地元の警察に電話したら、管轄を2つまたいでたみたいで、うちの地元っていうか今僕が住んでるところには、西東かな2つあるんですよ、あと中央と。あ、5分ですね。それ2つまたいでたみたいで、両方にちょっと手続きしますみたいな感じで、はい。もう9分回ってるんで話途中なんですけれども、ここで終わります。今日はこんな感じです。はい、あんまりちょっとテンションがねあれなんで微妙なんですけれども、話の続きはまだもちろんありますんで、次回の動画でお話したいと思います。今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。
チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。使っているソフトやツールなどは動画概要欄に載せておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。